ーの栄光のシンボル、歩道の手形で知られるウォーク・オブ・フェームにその名が刻まれた東洋人ブルース・リーである。初の国際的スターとして鍛え抜かれた肉体と鮮やかなカンフーで一時代の旋風を巻き起こしたブルース・リー。しかし彼の作品が日本をはじめ世界中の映画ファンを熱狂させカンフーブームを呼んだ時、ブルース・リーはすでにこの世の人ではなかったのである。1973年、わずか32歳という若さで突然この世を去った彼の死は未だに謎のベールに包まれている。ブルース・リーの死からちょうど20年、彼の作品は今なお各国で上映されているばかりか、今年はブルース・リーの伝記映画も公開。先頃開かれた遺品のオークションには多くのファンが詰めかけた。ところがそんな最中の今年3月、ブルース・リーの息子で父の後を継ぎハリウッドのアクションスターとして注目されていたブランドン・リーが映画の撮影中小道具のピストルから実弾を体に受けこの世を去るという悲劇が起きた。共に強靭な肉体を誇っていた親子2代の謎の死、その裏にあるのは一体何なのか。沈黙を守っていたブルース・リーの未亡人がこの度初めて重い口を開いた。ブルースは晩年何かに駆り立てられているように全力で生きました。まるで自分の死を予感しているかのように。強い生命力の象徴に見えた肉体の裏側でブルース・リーに忍び寄っていた黒い影の正体は何だったのか。生前ブルース・リーは妻にこんな謎めいた言葉を残している。生きとし生けるものは全てたおやかである。硬直したものは砕けやすく力強いものは転げ落ちる。ブルース・リーが求めてやまなかった強さとは何だったのか。ヒーロー伝説の奥に今素顔のブルース・リーが見えてくる。こんばんは。今夜はブルース・リーでございます。一言日本でもお流行りしましたね。あちゃーっていうのをもうあっちでもこっちでもやっておりましたが、まあ、世界的にもそうでございまして、東洋人を見つけると、お前はこういうことができるかってよく言われた人が多かったんじゃないかと思いますが、谷村さんは映画はご覧になってますね。これ全部見ました。お好きなんですか。はい、大好きです。どういうとこがいいですか。もう無条件にやっぱり見て、スカッとするって言いますかね、うん、それがあの かっこいい、あの映画館から出てくると必ずあの目つきが自分が変わってるのが分かるんですよね。ブルースリーになっちゃって、トモコちゃんも20年前なんですよ。ということは世代、トモちゃんの世代じゃちょっと分かんない。私この話を伺ってビデオを見たんですけど、うん、すごいかっこいいと思いました。あの写真で見た印象よりも、うん、あの映画の中のお顔の方がすごいハンサムだったんですよ。はい、ジュディさんは、はい、あの彼が香港で一躍有名になった時のその香港の見方はものすごい大アイドルでしたよね、うん、私お会いしてないんですけれども、うん、周りの人みんな知ってるんですよ。皮下脂肪ゼロっていう。ああ、そんな感じですね。皮下脂肪がない、もう本当に筋肉だらけみたいなね。加山さんは映画はあのスピーディーに動くあの動きっていうのはあれ駒落としで撮ってんのかなと思うぐらい、もうすごい、ちょっと信じられなかったですね。信じられない。最初はそう思いましたよ。そうですね。ああ、見事だなと思ったんですね、そしてそのお隣は倉田康明さんに来ていただきました。やはり何か憧れるものが終わりでしたか。そうですね、今見せていただいて何年前でしたかね、2本目の映画の時に初めてゴールデンハーベストでこう握手したんですけど、異様にこの握力が強いんですね。顔は笑ってるんですけど握力が強いんですよ。それでその時にヌンチャクの話が出ましてね、私が実はヌンチャク持ってきてんだと。そしたら今ヌンチャク持ってないから返してくんないかって、それで
あの貸したら、こう遊んでる間にね、うん、おいこれなんか使えないかなってわけですね。じゃあ倉田さんはそのアイデアをあげたんですか。はい。へえ。ヌンチャクってのは中国にないですか。沖縄のもんですよね、ヌンチャクってね。そうなんですか。そして、今夜はいつも高木君がちょっと体を壊しましてピンチヒッターの宮田君でございます。はい、こんばんは、宮田佳代子です。よろしくお願いします。彼の映画が日本で封切られた時、もう彼はこの世にはいなかった。そうなんです。ちょっとこの作品を年代別に見ていただきたいんですけれども、1971年、このドラゴン危機一発を皮切りに映画制作が始まってるわけですけれども、1973年7月20日にブルース・リーはこの世の人で亡くなってしまっているんですね。で、日本で一番初めに映画公開されたのはこちら、1973年12月。ですからもういないんですよね、この時にはね。で、これから、まあ、ブルース・リーブームが日本でも起こるわけですよね、うん。で、私も単なると言いますと、まあ、申し訳ないかもしれませんが、アクションスターかなとこういうふうに思っておりましたら、そうでもないという秘蔵のフィルムが今回見つかりまして、ちょっとこれをご紹介します。はい。1964年カリフォルニアで開かれた世界空手選手権大会、この中で模範演技を披露しているのが24歳頃のブルース・リーです。若くして格闘技の天才と言われ、さまざまな大会でチャンピオンにも輝いたブルース・リー、自分の武道を磨いてアメリカに広めようとしていました。彼の弟子にはスティーブ・マックイーン、ジェームズ・コバーンといった日本でもおなじみのハリウッドのアクションスター、そしてアメリカ有数の空手の達人の名前もありました。日頃から肉体を鍛えていただけでなく、精神修行のために心理学や哲学を学んでいたというブルース・リー、それだけに彼の早すぎた死が周囲に不可解な謎を残しています。今の腕立て伏せしてるところでね、2本でしょ。2本でやってるんですか。ね、こんなになっちゃいそうですね。親指と人差し指ですよね、はい、これ片手ですよね。でも一時期ね、1本でもできるって言ってましたよ。へえ。相当やっぱりそっちの武術の方でも優れた人だった。やっぱりすごいですね。すごいんですか。どこにあんなパワーがあるのかなっていうぐらいね、うんうん。それでここがね、これより硬いです。これより硬いって何ですか。このテーブルより板より硬い、はい。もうパーンとやれただけで普通の人はしびれちゃいますよ。それは鍛え上げたもんでしょ、はい、ね。さあ、そのブルース・リーの今夜は人生を皆さんにご覧いただき、この番組は信頼の生活用品タイガー魔法瓶、ライオン、コカ・コーラボトラーズ、ノエビア、アサヒビールとオランドスポンサーの提供でお送りします。人生ですが、わずか32歳です。簡単にまとめておきましょう。はい。ブルース・リーは太平洋戦争が始まる直前、両親が旅芸人だったことから、その巡業先のサンフランシスコで誕生しています。そして家族で香港へ帰るんですが、18歳になったブルース・リーは単身でアメリカへ旅立ちますが、テレビドラマグリーンホーネットがきっかけになりまして、これ日本でも確かオンエアしたはずです。やってましたね。そうですね。これで火がついて映画制作へと入っていくわけです。去年32歳と短い人生だったんですが、本当にこの代表的な作品ができたのはここ2年ぐらいのことでしたよね。そうだよね。亡くなるまでの2年間の間にこの映画ができてます。でもう一つ知っておいていただきたいのは、ここでアメリカと中国が国交を樹立すると、これも時代的な背景としては何か影響があったんではないかなという気もしますが、それではこの辺りからどうぞ。ブルース・リーが育ったイギリス領香港、丘の上にある外国人の高級住宅街、これと対照的に貧しい人々が密集する下町、激しい貧富の差は支配する者とされる者との歴史の光と影でもある。ブルース・リーは太平洋戦争直前の1940年、たまたまアメリカに巡業公演をしていた香港の大衆劇団の役者夫婦の子として巡業先のサンフランシスコで誕生。まもなく親子で帰っていった香港は日本軍が攻め入り混乱の極地にあった。しかもブルースが少年時代を送った戦後のイギリス支配の香港は中国の内戦から逃れてくる難民で、下町はスラム化し、人々が生きるために
熾烈な戦いを繰り広げる修羅場であった。ブルースの家もまた5人兄弟の他に難民として逃れてきた親戚など20人が同居し、子供たちまで寝る場所を奪い合う有様であった。しかもブルースの父親が皆を養わねばならなかったのである。劇団の巡業のほか、当時庶民の娯楽として安く作られ始めた映画の役者として働いていた父はブルースをしばしば撮影所へ連れて行き、アルバイトで子役を演じさせることになった。撮影所はブルースにとって小遣いと食べ物に不自由しない我が家とは別天地の世界に見えたものだ。しかし働き詰めの父は家ではぐったりと疲れ果て、アヘンを吸ってうつろな目をしていた。いくら働いても豊かになるのはアヘン戦争以来支配してきたイギリス人など丘の上に住む一部の階級だけ。麻薬に溺れる父の姿はブルースの心に消し難い烙印となって残った。一方で荒廃した街の風景は子供たちの心にも広がっていた。イギリス人少年の恵まれた暮らしと対照的に、裏通りには家に身の置き場もない貧しい少年たちがあふれ、一団を成しては喧嘩を繰り広げる光景が日常茶飯事。そこでは腕力こそ全てであった。ブルースもまた学校の勉強そっちのけで不良たちの仲間に入り、ナイフや鎖を隠し持っては虚勢を張るのに懸命であった。当時のことをブルース自身こう振り返っている。自分たちには将来の展望がまるでなかった。いずれ白人の子供にいい仕事は全部持っていかれ、自分たちが彼らのために働かされる。だから不良になったんだ。ブルースが13歳からカンフーを本格的に習い始めたのも喧嘩に勝つそれだけの動機である。ブルースにカンフーを教えた拳法の達人イップマンは、上達目覚ましいブルースに口を酸っぱくしてこう解いて聞かせた。カンフーの目的とは相手を倒したい、勝ちたいといった欲望や執着から自分を解き放ち、心と体の調和を手に入れることだ。そしてイップマンは中国の先人老子の言葉を必ず付け加えた。生きとし生けるものは全てたおやかである。硬直したものは砕けやすく、力強いものは必ず転げ落ちる。しかし習ったカンフーは師の教えに反して喧嘩で遺憾なく発揮され、ブルースに自分の力への偏った自信を植え付ける結果となった。彼は闇雲に挑発しては喧嘩を売っていました。実際私もやられたことがありましたが、とにかく腕っぷしが強かったですね。だがそんなブルースはある日、カンフーの対戦相手を本気で叩きのめして怪我を負わせ、警察沙汰を引き起こしてしまった。結局学校も退学。手に余って困り果てた両親はブルースを生まれ故郷のアメリカにやって市民権を取らせ、自立させることを決意。1958年ブルース18歳、わずか100ドルをポケットにねじ込んだブルースは見知らぬ誕生の地アメリカへと船出していった。あのカンフーで強い、ブルース・リーというのは、まあ、その不良少年から始まったと。まあ分かんないじゃないかな。加山さんどうですか。体があんまり大きくなかったでしょ。このそうらしいですよね。あの加山さんどれぐらいでした。身長167センチぐらい。ああ小さいですね。小さいね、うん、だからその中で喧嘩で生き残るっていうか、勝つためにはそれこそそういう特殊な技を身につけるということだろうと、ね、そうでしょうね、うん、分かるような気がするね、はあ、ただそれで追いやられるっていうのアメリカへ行ったっていうのも運命でさ、はあ
そこから道が開けるんだろうからね。ただこれアメリカ行くのもね、これ親はそれを願ってたと、うん、そうなんです。名前を見るとそうなんだそうですよ。ブルース・リー、中国名はリー・ジュン・ファンという名前でした。でこの漢字見てみますと、このファンという字は彼が生まれたサンフランシスコの意味を持つ漢字なんですね。そしてこのジュンという字は戻るという意味ですから、両親はその自由の国アメリカに戻ってほしいという思いを込めてこの名前をつけたんじゃないかと、面白いね。どうですか、あの名前って必ずそういうふうな、おじいちゃんが素敵だったらおじいちゃんのようになるようにとか、そういうふうに必ず名前の中にこう、入れていきますよね、はあ、なんか意味合いがあるんですね。中国ってそういう願望を込めて名前をつけるんですね。はい、そう、当時の香港を見てみたいんですが、たった 1% しか人口でいくとイギリス人はいなかったんですけれども、うん、不動産や銀行や運輸などのその権益はほとんどイギリス人が握っていたんですね。ではその後ご覧いただき、自分たちを支配してきた白人社会で一旗あげてやる。ブルース・リーが第一歩を踏み出したチャンスの国アメリカ。シアトルのチャイナタウンにいる父の友人宅に身を寄せたブルースは、レストランの皿洗いなどアルバイトをしながら高校の卒業資格を取るため学校へ通学。英語力を磨く一方で、成功への唯一の資本ともいえる肉体の鍛錬に励んだ。カンフーなら誰にも負けない。ゆくゆくはアメリカ中にカンフーのチェーン店を広げていく。それがブルースの未来の青写真だった。ところが日が経ち、アメリカ社会が見えてくるにつれ、ブルースは行く手を遮る厚い壁に気づいた。中国人への差別である。アメリカにおける中国人は働き者ではあるが、チャイナタウンに身を寄せ合って暮らす少数民族に過ぎず、つける仕事も肉体労働や器用な手先を要する限られた仕事しかなかった。ブルースもここではそんな一中国人に過ぎなかったのである。自分のカンフーにアメリカ人を注目させるには学歴や強烈な主張が必要だ。そう痛感したブルースはアメリカへ来て4年後の1962年、一念発起して勉強し、名門ワシントン大学の哲学科へ入学。中国の思想哲学を改めて学んだブルースはやがて教授に代わって教壇に立つほど雄弁になった。その頃のブルースは故郷の友人へ手紙でこう胸を張った。長年修行したカンフーを全米に広めたい。自分にはその資格がある。家族のために大きな家を持ちたい。成功は成功を意識する者にもたらされる。がその一方で、当時の研究論文でブルースはカンフーの師イップマンに教わったことを思い出すかのようにこう記している。カンフーを志す者は自らを慎まねばならない。地位や名声は武術家にとって意味を持たない。地位を失う恐怖心を抱かざるを得なくなるから。目標は人生の真の意味を見つけること、心の平安だ。成功への野心と武術を純粋に極めたいという矛盾を抱えたまま、ブルースは1963年自分のカンフーをジークンドーと名付け、キャンパスの近くに小さなカンフー道場の看板を掲げた。だがそんなブルースを商売敵と見た空手などの伝統的な武術家たちと対立。腕に自信のあるブルースは香港にいた時のように闘争心をむき出しにし、自ら進んで挑発に乗っていった。事実、相手を倒すことにかけてはブルースの右に出るものはなかったのである。ブルースのことを生意気で自慢ばかりするという人もいるけど、彼は口先だけでなく実際ダイナミックなカンフーを実践しました。体の大きな白人を相手に戦うために常にハングリーで研究熱心でした。この翌年、ブルースはカンフー道場の生徒の一人で医学部の白人学生リンダ・エメリーと結婚。カンフーの東洋的神秘に惹かれていたリンダにとっては親の反対を押し切っての厳しい選択であったが、ブルースにとって青い目の妻との結婚は白人社会で同等に立てるパスポートでもあった。
さらにブルースに思いがけない幸運が舞い込んできた。その頃から白人社会でも東洋武術への関心が高まり、カリフォルニアで初めての国際空手選手権が開かれ、ブルースも模範演技を頼まれることになった。その姿が新人タレントのスカウトに来ていたハリウッドの映画プロデューサーの目に留まったのである。My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. A karate punch is like an iron bar, wham! A kung fu punch is like an iron chain with an iron ball attached to the end and it go wham! And it hurt inside. Let's start off. ブルースは得意満面で自分を売り込んだ。こうしてブルースはテレビのアクションドラマグリーンホーネットに俳優として起用され、カンフーを使う東洋人の役としてブラウン管に登場。ブルースにとって格好の宣伝チャンスとなった。ひょっとしたらハリウッドが自分の野心を叶えてくれるかもしれない。ブルース・リー24歳。事実この年がブルースの運命を大きく変えていくことになった。まあ、今の中で何とか出てまいりまして、私たちはカンフーカンフーと言いますが、あそこではジー軍フーみたいなね、ちょっと字はこういうふうに書くんですね。はい、このように書きます。ジュディさんすいませんが、はい、読んでいただけますか。軍フー軍、これ発音しにくいで、日本じゃカンフーカンフーっていう文字でしたね。でもね、台湾ではね、ガンフーと言います。あ、カンフーと言うんですか。 南ではガンフーと言います。福建省なんかではね、そうです、カンフー。日本ではイサオと言いますよね。そうですね、そのまま言うけどイサオでございます。しかし思わぬところから何か映画の世界が近づいてきた。トモコちゃん、はい、ここまでの人生にて何を感じますか。志を立てて、うん、そんな自分のその鍛えたね、喧嘩だけだと思ってたのに、それを広めたいなんていう意思をちゃんと強く持ってるっていうのは、うん、普通の人じゃないですね、うん、あのワシントン大学に入ってまた哲学学んだっていうのも、うん、これは大きいかもしれませんね、うん、何か何にも転換点があったかもしれません、うん、でそこへまあ言ってみれば映画界からお呼びがかかったと。さあここからどうしていくか、一旦お知らせ挟んで、また武道の道と、そしてもう一つ映画の道というのが目の前に出てきたブルース・リーです。テレビドラマ出演というハリウッドでの思いがけない幸運にブルース・リーは有頂天であった。出演の報酬で溜まっていた家賃も支払え、武道教室の切り盛りも楽になった。家の中では長男ブランドンが誕生、ブルースは誇らしげな父親の顔を覗かせた。武術大会でも西海岸ではもはやスピード、パワー、どれをとっても自分を超えるものはなく、世界有数の武術家たちがこぞってブルースに個人教授を求めてきた。そればかりか、ハリウッドの俳優スティーブン・マックイーンやジェームズ・コバーンといった有名スターまでが弟子入りを願い出てきたのである。彼らはブルースにとって何よりのステータスシンボルでもあった。そんなブルースは撮影所にいる時は常に筋肉隆々の上半身を誇らしげに披露。カメラ映りもよく見えるよう、日頃から筋肉を鍛えるのに余念がなかった。実際、カンフーに憧れてくる白人には、力技と見事な筋肉を見せつけることが最も効果的だった。彼は、みんなに自分の強靭さを、いろんな形で見せつけましたけども、中でも片方の腕の指2本だけで、腕立て伏せするのには正直驚きました。それまでアパートを転々としていたブルースはハリウッド近くに家を購入。収入から比べると無理せざるを得なかったが、そこには成功への決意が秘められていた。その当時のブルースが記したこんな一文がリンダ未亡人の手元に残っていた。私ブルース・リーはアメリカで一番出演料の高い東洋のスーパースターになるだろう。そして1980年までに1000万ドルの財産を手にするだろう。そうなったら私は自分の好きなように生活し、
心の調和と幸福を手に入れるのだ。だがブルースの出演したドラマは人々に早々と飽きられ、1年足らずで突然打ち切りとなってしまい、俳優としての仕事は目に見えて減っていった。その後カンフーの弟子ジェームズ・コバーンとの共演を依頼されたが、白人スターとの扱いの違いは歴然で、撮影先で安宿をあてがわれたブルースがスター並みの扱いをするよう食ってかかる一幕もあった。そんなブルースに周囲はこう釘を刺した。君は白人の支配している世界にいる中国人なのだ。有名人だった頃の彼の周りには見返りを期待して仲良くしてくる友人が多かった。名声と地位があるうちはチヤホヤしてくるけど、それがなくなった途端離れていってしまいました。そんな1970年、ブルースはトレーニング中突然背中の激しい痛みを訴え動けなくなってしまった。診断の結果は腰の下仙骨の神経損傷。歩けるほどには回復するが、根本的には一生治らない故障であった。医師はブルースにこう宣告した。カンフーを忘れろ。半年余りの病床生活でカンフー道場の火も消え、瞬く間にブルースの経済事情は苦しくなった。ついにはせっかく手に入れた家も手放さねばならず、働けない自分の代わりに妻が事務員として働きに出るのを屈辱の思いで見送らねばならなかった。ブルースにとってとても辛い時代でした。机の上にはウォークオン、頑張れと書いた張り紙を貼って自分を励ましていました。ベッドの上でブルースは衰えていく筋肉にため息をつきながら失意のどん底にいた。そのブルースの目の前に数年前働き詰めでこの世を去っていた父の形見があった。アヘンを吸うために用いていた古いベッドで、あくせく働いても這い上がれなかった父の二の舞にはなりたくない。そんなブルースはようやく歩けるまで回復した体を引きずって、子供たちを家族に見せるため久しぶりの香港へと出発。ブルースは都落ちの思いをかみしめていた。ブルース・リー30歳、アメリカへ来てからすでに10年余りの歳月が流れようとしていた。ある意味においては一つの挫折を味わったブルース・リーかもしれません。これで香港へ帰ろうという決意をしたのかもしれませんが、ここにこんなメモを残しています。はい、究極の目標というふうに題名がついていますが、私ブルース・リーはやがてアメリカで一番出演料の高い東洋のスーパースターになるだろう、うん、そして1980年までに1000万ドルの財産を手にするだろうと。1000万ドル、今計算しても10億、そのぐらいになりますよね。なるほど、もうちょっと今、それより価値は高かったと思います、はい、そうなったら私は自分の好きなように生活し心の調和と幸福を手に入れるのだと書いてます、うん、この辺はいかがでございますか。何か谷村さん、こう書いて残すことによってそこからこう抜き差しならない状況に自分を追い込んでいって、自分にはできるというふうにこう暗示をかけていくっていうか、はあはあ、なんかそんなふうに彼は生きようとしてたんじゃないかなって僕はちょっと感じたんですけどね、はあ、しかしそこに体の、まあ、健康状態がちょっと悪くなってきた。これ倉田さん相当致命的な病気ですか。そうですね、あの背骨の後ろですから、そういう意味ではできるかどうか分かんない状態だったと思うんですけど、相当悲嘆に暮れると言いますか、はい、ね、先が見えなくなってきて、何か香港へちょっと帰ろうかなと思ったのも分かるような気がしますね、はい、子供連れてね。さあその後はどうなっていくんでしょうか。1970年、心の傷を抱えたブルースが降り立った香港。ところがそこに全く思いがけない出迎えが待ち受けていた。アメリカでは終わっていたブルースのテレビ番組が香港で大人気を博し、一躍故郷へ錦を飾ったヒーローとして迎えられたのである。しかもちょうどその頃アメリカと中国が国交回復に向けて急展開し始め、人々の間で
アメリカへの関心が急速に高まり、ハリウッド帰りのブルースに新時代の夢が重なり合った。連日のテレビ出演、取材構成に戸惑うブルースに、ある日地元の映画会社から映画出演の話が持ち込まれ、アメリカでは叶わなかった主役の座が巡ってきた。経済的に苦しかったブルースにとって何よりの歓迎であった。こうしてブルースが体の故障を押して急遽撮影されたのが、カンフースターとしての第一作、ドラゴン危機一発であった。スクリーンの上とはいえ、復讐に燃え怒りを爆発させる演技は、ブルース自身の中で溜まっていたエネルギーを一気に吐き出すかのようであり、観衆もまたブルースの洗練された仕草にアメリカの匂いを感じ取っていた。公開された作品はそれまでの香港映画の興行成績を塗り替える大ヒットとなり、続く第2作目の成功と合わせ、ブルース・リーはわずか半年余りで中国の生んだ新時代のビッグスターの座を手にすることになったのである。しかし香港での成功にブルースは思いがけない焦りと苛立ちに襲われることになった。アメリカでの成功こそ自分の未来だったではないか。しかも肉体の故障はいつ再発するか知れない。時間がないのだ。しかも自分が見てきたハリウッドに比べ、香港映画界の水準はあまりにも低かった。制作費用は桁外れに安く、作り方も台本さえないほど雑で、時代遅れも甚だし、これではハリウッドに通用する作品など夢のまた夢であった。ブルースの苛立ちは監督やスタッフへの容赦ない批判となって浴びせられ、しまいには打ち解けて話せる者さえもいなくなってしまった。苛立ちを募らせたブルースは3作目の作品では自ら監督、脚本、音楽、武術指導と全てを一人で引き受け、アメリカ流の撮り方で制作すると宣言。自らも酒、タバコをやらず、健康食品で肉体を管理しながら、まるで取り憑かれたように映画作りにのめり込んでいった。アメリカに通じる映画を作るには、もはや休むことも妥協することも許せなかったのである。彼は1秒たりとも時間を惜しむように、トレーニングしながらテレビを見たり本を読んだり、一度に2つも3つものことを同時にしていました。なぜか病的なほど完全さを求めました。一方で狭い香港は地元の大スターブルースにとって不自由極まりないところでもあった。街では常に多くの不安に取り囲まれ、場合によっては無鉄砲な男にカンフーで挑発されることもしばしば。ブルースは外出もままならず、焦燥感を抱えたまま家に閉じこもることが多くなっていた。そんなブルースはこうつぶやいた。まるで牢屋の中にいるようだ。一旦成功を手に入れると、成功がバラ色でなくなるから皮肉なもんだ。ブルース・リー31歳、成功を追い求めれば求めるほど孤独感は深まり、求めたはずの心の平安は遠ざかるばかりである。ね、彼が望んでいた成功は手の中に入ったんですけど、この頃からそれじゃ満足しない状況が出てきていると。これ、まあ、倉田さんこの頃よくご存知なんですね。はい、やはりこうなんですか、アメリカ征服っていうんですかね。はあ、彼の最終目的はアメリカで外人を相手にこうやることが目的ですからね。うん、やっぱハリウッドで有名にならない限りは自分の夢が果たせない、それと香港の映画作りがやはりどうしてもハリウッドのようにはいかない、うん、自分の声でやってないですから全員が。そう今もそうですけど。どういうことですか。全部当てなんです。全員が声は吹き替えるわけです。声優ってのは別にいるんですか。
だその人に似たようなね、まあ、ブルース・リーにあんまり高音だとおかしいからちょっと低音でこう、私の声も違う人が入れました、はい、何がいけなかったんですか。えなんでいやそういうもんなんです。あそういうもんなんです、ね、そういうもんなんですやっぱりその辺もやっぱブルース・リーはちょっと気に食わなかったから。そうですよね、うん、そうなんですね、はあ、まあしかしその理想と現実の間でジレンマに陥っている、で何かちょっと心配ですね、孤立化していくような、ブルース・リーを感じますが、その後どうなっていくかちょっとお知らせします、わずか32歳でこの世を去ったことはもう皆さんも お分かりだと思いますが、そこまでもう本当に時間もなくなってまいりました。ブルース・リーです。1972年、わずか1年足らずで香港最大のスターになったブルースは、香港に念願の豪邸と外国製の車を手に入れる。クーロンの中心部から北へ入った高級住宅街である。自分が子供の頃育った町を今は白人たちと共に見下ろす高みに立っていた。この年ブルースは欧米向けに一挙に2本の大作映画の制作に取り掛かった。それはブルースにとって全力疾走を意味した。一本は世界中の最強の武術家やスポーツ選手を集め壮大なアクションを見せようという志望遊戯、もう一本はハリウッドとの共同制作で香港映画最高の制作費をかけた燃えよドラゴンである。しかし作品の失敗は家族を含めた転落を意味した。全てが脆い基盤、自分のこの体一つにかかっているのだ。肉体こそ唯一の商品なんだ。見えない重圧がブルースに恐怖感となって重くのしかかっていた。撮影が進むにつれブルースの神経は針のように尖っていた。脚本家との衝突、毎日生じるトラブル、その度にブルースは苛立ちと怒りをあらわにし荒れ狂い、スタッフとの暴力沙汰で警察が出動する騒ぎまで起こした。そこには自分の肉体を誇らしげに見せていたかつての姿はなく、撮影で疲れ果て怯えるように人を遠ざけ自分を閉ざしてしまった別人のようなブルースがいた。彼の体重が目に見えて減っていくのが分かりました。私は彼にそんなに根を詰めるなと言ったんですが、彼は耳を傾けてはくれませんでした。ついには脱水症状を引き起こすほどの激しい撮影にブルースはしきりと妻にこんなことを口走っている。こんなことがいつまで続けられるかわからない。僕にもしものことがあったらよろしく頼む。どうしてそこまで全力で仕事に頑張ってしまうのか不思議でした。でも自分ではなんとなく人生はそのくらい短いものになるって分かっていたのかもしれません。そしてこう妻に漏らした。僕が平安を見つけられるのはそこだけかもしれない。そことは死である。撮影が終わりに近づいた頃、ブルースの疲れは傍目にももはや極限状態に近づいていた。ちょうどその頃ハリウッドでは模様ドラゴンのフィルムの出来上がりの素晴らしさに本気でブルースをアメリカのスターとして売り出すことを決断。ブルースの念願がついに現実のものになろうとしていた。全力疾走するブルースの振り子が成功への希望と肉体の限界の狭間で大きく触れていた。そんなゴール間近の1973年7月、台本の打ち合わせ中ブルースは突然頭痛を訴え、共演者の頭痛薬をもらって飲んだ。だがベッドに横たわって閉じたブルースの目が再び開くことはなかった。ブルース・リーは張り詰めた糸が切れるように32年間の短い生涯に突然幕を閉じたのである。検視の結果、直接の死因は頭痛薬に過敏に反応したために脳の中に水が溜まる脳浮腫を引き起こしたことが分かった。だがそれ以外にもわずかな量の大麻が検出され、ブルースが死の間際になって
疲れを癒そうとしたのか麻薬に手を出したことを伺わせた。普通の人が70年生きるところを全力で走り、そのために生き急いでしまった結果になりましたが、ブルースにとってはそういう生き方しかできなかったのだと思います。ブルースが求めてやまなかった心の平安は死ぬことでしか実現されなかったのであろうか。そして死のわずか3週間後に世界中で公開された模様ドラゴンでブルースは文字通り世界のスーパースターの夢を叶えた。スクリーンにはもはや不滅となった肉体が美しく躍動していた。本当に短い32歳の生涯でございましたけど、智子ちゃんどうだったかな。どうしてこんなことになるんでしょうね。なんか分かんないんですけど。かわいそうな感じがする。だからもしかすると年取っちゃったりね、本当に体がダメになっちゃって終わるよりも一番美しい姿がフィルムされて、で自分も死んだ方が安らかになるって思っていたならよかったのかもしれないけど、でもやっぱりなんか違う気がする。なんか分からないですけど、なんかこれ違うっていうか、僕は短距離走者だったんじゃないかなと思うんですよね。ゆっくり走ればもっともっと伸びたんでしょうけど、もうちょっと後ろ見たり横見たり、みんなこう友達を作りながらね、共同で作ってたりなんかすればもっともっと長く伸びたんじゃないかなと思うけど、僕らのスピードで見える景色とその短距離走者がものすごいスピードで見える景色って絶対違うと思うんです。でその景色を見た彼にしかそれが良かったかどうかっていうのはやっぱり分からないし、でもその見れた彼っていうのはひょっとすると幸せだったのかもしれないかなっていうふうに思いますね。そうですね。自分が望んでることとその裏腹な行動が周りにこう常につきまとってくるっていうね、だから望みがどんどん遠のいていくっていう現象だって常に起きるのが現実の世の中だなとは思わざるを得ないと思いますしね、やっぱり彼の完璧主義者であったというところが、全てのこの自分を追い詰めちゃう一つの大きな理由だったんじゃないかなと思う。もうちょっと自分を許してあげるっていうか、それができたんじゃないかなと思って、すごくそれ残念ですね。なるほど、自分を許してあげるね、やっぱりこう求めたものをもうその通りいかないと許せない自分がなんかいたかなっていう気もしますね。そりゃそうだね。さあそれでは今夜はこちらをご覧いただいてお別れしたいと思います。香港が生んだカンフースターブルース・リー、白人支配の香港、さらにはサンフランシスコやハリウッドの中で中国人である彼が体一つで求め続けたもの、それは武道の道を極めるということと世界に通用する映画ビジネスの成功という2つの理想でした。しかしこの2つの理想を求めれば求めるほど痩せ細っていってしまうブルース・リー、そこに彼の不安ならずともどこか無念さを感じずにはいられません。そして若き日のブルース・リーの師匠イップマンが彼にしきりに伝えていた老子の言葉が思い出されます。生きとし生けるものは全てたおやかである。このたおやかさとは一体何を意味しているのでしょうか。史上最強の将軍と恐れられた武将伊達政宗を陰で操った謎の人物とは何者なのか。次週の知ってるつもりは死後300年目に直筆の手紙を解き明かす緊迫のスペクタクル、今よみがえる独眼竜政宗の野望。番組に対するご意見をお寄せください。抽選で50名の皆様に番組が参考にしたブルース・リーの単行本をプレゼントいたします。
はがきに住所氏名年